はい、えー。それでは10月26日の3問に、えー、入る前に今日もアドバイスさせていただきます。やる気がなくならない限り失敗はありえないで。こう言ったのは哲学者であるエルバート・ハバードです。やる気は勉強において非常に重要な要素になってきます。やらなければならないけど、やる気がないと勉強できません。そんな時に何か対策を考えていますでしょうかやる気を出させる、えー、スイッチは人によって異なります。 私はやる気がない時は勉強しないということにしてるんですね。で、私の中ではこれが一番の解決策になっています。こうすることによって、私自身は、あ、これやばいな、やらないとまずいなっていうふうに、え、不安になってきて、逆にそれが一つの原動力になって、やる気になってくるんですね。で、勉強するということになります。え、あなたにとってやる気スイッチっていうのが、何かを探すっていうことはすごく重要なことです。 なんでぜひですね、探してみてください。私が、えー、言った今のやり方以外に、例えば、勉強をとりあえず一問でも始めてみるっていう方法もあるんですね。ちょっと始めると、その流れでどん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 勉強進むっていうこともあるんですよ。なんで、まあ、それもね、一、えー、つと思って、一、えー、問だけでもとりあえず問題集を開いてやってみる。テキストの場合であれば、一行だけでもまず読んでみる、まあ。そういったことをね、ぜひやってみてください。 で、えー、本日の3問の錯誤の問題ですね。これは改正民法の内容です。AB 間の売買で、飼、え、い、ー、主 B の意思表示に対応する意思を書く錯誤があり、えー、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、B は常に売り主 A に対し、AB 間の売買契約の取り消しを主張することができる丸かバツかという問題です。 で、この問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、えー、動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、えー、答えは×です。まず、えー、位置表示に対応する意思を書く作語。これどういうことかというと、まあ、昔で言う表示の作語と呼ばれるもので、まあ、勘違いをして位置表示をしてしまったよということですね。今回の事例で言うと、えー、勘違いをして飼い主 B さんは買いますって言ってしまったというイメージです。 で、もう一つですね。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき。まあ、これもね、まあ、難しく書いてあるんですけども、まあ、簡単に言うとえ、勘違いをしなかったらえ、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分のことなんですね。でこれでもちょっとわかりづらいんで、ちょっと具体例出します。もう具体例考えた方がわかりやすいです。まあ、例えば、100万ドル。まあ、100万ドルっていうと約1億円ですね。 の土地が売っていましたと。約1億円の土地です。1億円の土地が100万円だと勘違いして、これ買いますと意思表示をした場合。この場合、飼い主 B さんってこれ1億円、つまり100万ドルですよね。と分かっていたら、まあ、購入しなかったと考えられるわけですよ。これが2に該当するんですね。つまり勘違いしなかったら、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分。これに当たるわけですね。 で、こっからがポイントになります。で、作語が成立する場合なんですけれども、表意者、まあ、今回で言ったら買い主 B ですね。買い主 B は取り消しをすることができます。まあ、改正前っていうのはこれ無効だったんですよね。表意者は無効を主張することができるだったんですけども、これが取り消しに変わりました。で、作語取り消しを主張するための要件。まあ、これはですね、あのー、昔と変わっていないです。まあ、言葉が変わったんですね。内容的には変わってないです。 まず先ほどの1番、2番を満たすということですね。この部分ですね。意思表示に対応する意思を書く錯誤があったと。つまり勘違いして意思表示をした。また、その部分っていうのはすごく重要な部分だったということですね。で、今回は1番、2番満たしますよね。問題文に書いてあります。で、もう一つ要件があって、表示者 B に重大な過失がない。まあ、これも改正前と一緒ですね。 重過失があると、表示者 B に重過失があった。つまり勘違いした人に重大な過失があったら、それはもう錯誤取り消しできないんですね。で、今回、重大な過失があるかないかって、これ書いてないんですよ。重大な過失があるかないかって問題文に書いてないんですね。ということは、1番は満たすけども、2番は満たさない可能性がある。2番を満たさない可能性があるということは、取り消しできない可能性もまだあるわけですよね。 だから問題文は常に取り消しができるとなっているので、この常にが誤りなんですね。もし、表示者 B に重大な過失があった場合は、取り消し主張することできませんので、だから誤りになるということです。で、この重大な過失って何なのって、過失ってまあ落ち度なんですけども、それが重大な落ち度ってどんなのって考える方いるんですけども、これはですね、もうあんま考えない方がいいです。 また今回は原則の話だけしかしてないんですね。まあ、例外的なことがあって、表示者 B に重大な過失があっても、作業取り消しできる場合があるんですけれども、今回はその点ちょっと省略させていただきます。もちろん個別指導ではその点も含めて解説させていただきます。で今回、100万ドルを100万円と勘違いして購入した事例を出させていただいたんですけれども、まあ、そのようにね、具体例考えながら学習していくっていうのも、一つの理解学習なんですね。 で、理解学習には複数のえ手法があります。で、これらを併用することでえ、すんなり合格できるようになるわけなんですね。つまり、まあ、実力が上げやすくなると、まあ、いうことです。で、個別指導では、え合格への唯一の道である、この理解学習。これを使って、あなたを合格に導きます。ぜひ、今から一緒に勉強してえ、来年絶対合格しましょう。で、個別指導の内容については、この動画の下の概要欄に記載ございますので、ぜひご確認ください。で、問い2ですね。 37条書面です。貸主である宅地建物取引業者 A が借り主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、A は37条書面を作成した上で借り主に交付しなければならない丸か罰かという問題ですね。で、答えはどうなっているか。答えはツですね。自ら賃貸する場合は宅建業法の適用ってありません。 つまり、貸主 A さんっていうのは、借り主に対して37条書面を交付する義務ってないんですね。宅建業者が売買や交換でえ契約の当事者である場合、例えば売り主だった場合ですよね。買い主だった場合もそうです。その場合は、相手方に対して37条書面を交付しなければいけません。売り主業者であれば、買い主に対して37条書面交付しなければいけないし、 買い主業者であれば、売り主に対して37条書面を交付しなければならないということですね。でも、宅券業者が貸借の当事者である場合、つまり貸主だったり、借り主だったりする場合ですね。今回の問題っていうのは貸主なんです。貸主っていうのは、相手方に対して、つまり借り主に対して、37条書面の交付義務ってないんですね。まあ、これは先ほど言った通り、自ら賃貸をする場合は宅券業法の適用がないからなんですね。 貸主業者 A は借り主に対して37条書面を交付する義務はないので罰になるということです。これは重要ポイントなんで必ず頭に入れておきましょう。で、3番ですね。市街化調整区域、開発許可を受けた開発区域を除く。この中において、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、 都道府県知事の許可を受けなければならない、丸かツかという問題ですね。答えは丸です。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域内においては、知事の許可を受けないと、えー、新築することできないんですね。で、今回の問題っていうのは市街化調整区域の話ですよね。市街化調整区域内での話なので、新築する場合は知事の許可が必要です。 そもそも、市街化調整区域っていうのは、市街化を抑制する区域、つまり、建物をあまり建てさせない区域なんですね。まあ、その点から考えれば、建物を建てさせないんだから、建物を建てる場合は、知事の許可が必要だっていうふうに考えれば、理解しやすいですよね。で、今回のポイントは、この市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域内、ここがどこかっていう話です。問題文のこの部分ですね。この部分。 市外化調整区域、開発許可を受けた開発区域を除く。この部分なんですけども。まあ、この部分の意味っていうものをちゃんと理解することが、まあ、理解学習なんですね。で、この部分ちょっと解説すると長くなりますので、えー、この部分については個別指導で、えー、お伝えする流れになります。個別指導ではこのような単語についても解説しておりますので、ぜひですね、個別指導をご検討ください。そして、達見合格するために一番重要なことっていうのは、理解学習を実践し続けることなんですね。 理解学習が単に分かるだけじゃなくてできるそしてさらには続けることであなたを宅見合格に導くのが弊社レトスの個別指導です絶対合格したいという方は一緒に勉強して合格を一緒に喜びましょう個別指導の概要についてはこちらの真ん中の動画ぜひご覧ください真ん中に動画ない方はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご覧いただけます宅見合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした